皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、昨日に引き続きまして、今話題の音声 SN、SNS、クラブハウスのことについてお話ししたいと思います。クラブハウスのですね、現在ユーザー数が国内で まあ20万人から30万人ぐらいじゃないかなっていうふうに言われているんですけど、昨日の夜からですね、ちょっとサーバーの方がですね、不安定になったりとかして、結構ですね、中国の方でたくさんの人がですね、利用を始めたとかですね、ということで、かなりですね、こう不安定になっていたりしてですね、まあまだベータ版だから許してくれみたいな話があるんですけど、だから聞いた話ではですね、一人の人が1000分、1000分ですね、聞いたら1ドルぐらいかかるようなサーバー、 らしいので。なので、同時接続で1000人が聞いてたら、1分ごとに1ドルずつですね。まあ、1ドルってことは100円ぐらいですね。 え、お金がかかっていくというような形なので、え、そのサーバーの補強とですね、まあ、先日、え、あの、資金調達しましたけど、ま、この辺のこと、そしてこれからのマネタイズのこととかですね、結構大事だと思うんですけど、まあ、今日はですね、まだですね、招待が届いてなくて始められてないっていう方とか、あとは Android ユーザーの方は、日本で半分ぐらいいますから、まだ始められてないっていう方がいると思うんですけど、そのですね、え、このクラブハウスを始める前に知っておくべき 9つの注意点ということとでお話ししたいと思い思ますこの9つの注意点聞いていただいたら、やらんでいいんじゃないかっていうですねあの判断もできると思います。というですねちょっとやばい話をですねしていきたいと思います。では、ですねこちらの方からご覧いただきたいと思います。では、どうぞ。 はい。音声 SNS、クラブアースで始める前に知るべき9つの注意点ということでお話ししたいと思います。まず1つ目はですね、何があるかということで、紹介します。